はい、スタートいたしました。この組は1周何秒ぐらいで行くようなあれになりますかね。そうですね、68秒とか切ってくるんじゃないでしょうか。まあ、68秒切ってくると4分15は切ってきますよね。はい、そうですね、はい、今いや結構積極的に行ってる。 100m 速いんですけど、いつも100から300で結構落ち着いたりするので。そうですね、そうですね、ここからどうなるかですね。そうですね、マーガレットさんが、はい、引っ張ってますね。はい、はい、後藤さんしっかりついてますね。はい、非常に積極的ですね。位置取りがいいですね、やっぱり。はい、木村さんなんかも積水に、所属して初のレースですのでね。そうですね、ちょっと楽しみですね。はい、ちょっと楽しみですね。あ、飛び出してますね、マーガレットさん。はい、かなりタイムですね。はい、かなり早い入りをしましたね。1周目63秒ですね。はいはい、後ろも66秒とかになってたので非常にいいペースだと思います。はい、そうですね、はいはい、やはりコンディションがいいからですかね。本当にハイペースなレース展開になっていると思います。そうですね、はい、マーガレットさん、そしてエスタさん、はい、鈴木さんという、順番になってますですね。はい、はい、後藤さんは結構落ち着いて走ってる感じですね。そうですね、はい、しっかりなんかこう後半の走りに目的を置いとるのかちょっとあれですけども、はい、まあ、アジア大会に向けて、そうですね、課題を持って臨んでるんじゃないかなと思いますね。はい、エスタンソニー、まもなく 800m の通過、65秒ですね。はい、かなりハイペースですね。はい、ペースが落ちてないですね。はい、いいと思います。はい、後ろのですね、日本人選手の集団も今69秒だったの で、はい、決して悪くはないと思います。はい、まあ、4分15秒ぐらいのところで推移してますね。はい、日本人の集団もしっかりと、ついてますね。はい、ここからまたそうですね、ラストに向けて動くと思います。そうですね、はい、コモディ、飯田、マーガレット、アキドル。すごいですね、やはりこれだけ差がつくんですね。そうですね後ろ日本人集団も2分50秒で通過したんですけど ね、かなり本当に速いんですねマーガレットさんはですね、本当に3000でも8分31秒というタイムを持ってますですからね。はい、はい、66秒ですね。いやー、ペースが本当に落ちないですね。どうですか、後ろの集団。後ろ今3分25秒通過でしたね。やっぱり4分15ぐらいのところで、行くんじゃないでしょうか。15切っていくぐらいですかね。はい、さあどんな風にラストが動くかですね。そうですね、はい、今飛び出したのが、今日本人で飛び出したのは先頭コモディリーダーマーガレット・アキドル、これはシュンですね。はい、はい、アキドルさん、アキドルさんです。続いて積水化学、4分5秒ですね。はい、はい、4分5秒3名。なるほど、あ、カバサンさんが最後追い込んできた感じですね。はい、ですね、はい、やっぱりマーガレットさんがですね、かなりハイペースで引っ張って、後ろの日本の選手もかなり引っ張られたっていう状況ですかね。はい、そうですね、まあ、本当に、まあ、両組ともそうですね、そこが